一斉のでバンバンザイです。岸です。みゆです、はい。はい。ということで、はい、こちらの新居になってから初めての寝起き企画でーす。よいしょ。これどうやってやんの？今までは机を前にずらして、うん、起きた人がその机のところで食べてたけど、うん、もうダイニングテーブルっていうものができたんで、立ち上がってちょっと移動するっていう。じゃあここで布団引くのは引くんだ。引く。いや、ここはあったっけ？違うの、向こうじゃない？向こうに言ったらもうベッドがあって、うん、もう廊下とかもう押し合い、ほぼ一緒に同時に起きたら結構狭いからそこも押し合いやし、めっちゃいいやん。なるけど、もう最終ついてって感じ。オッケー。あ、じゃあもう寝室からスタートなんだ。はい、助かる。ということで、はい、今回は寝起きお寿司早食い対決。あー、好きだね。もう俺は嫌いだよ、もうこの企画。でもさ、する前言ってたじゃん、りなとみゆちゃんはさ、いつもぎしくんが負けるやんみたいな感じのことをさ、ポロって言ったらさ、ぎしくん、いつも俺は本気なんだよみたいな。そうだよ、本当に毎回寝起き企画やるときに、よし、なんか今日はお腹空いてるし勝てるなって本心で思うの。マジで正直に1回でも手抜いたことある。もう絶対攻めない。あ、最初はない。もう食べて、あ、これ無理だってなって諦めることあるよ。それが毎回で。何で毎回なの？うん、ギシ君の場合はさ、もう途中で諦めたらさ、まあ、リナたちも見えるわけやん。ギシ君が、あ、止まったなって思ったら、よし、勝ったなって思うから、それを出さないように、ずっと頑張って。止まってるつもりじゃないの？もう、受け入れてないの？ギシ君は止まってずっとこうだよ。マジで頑張ってほしい。はい。はい。まあ、大食いだとね、そういうのがあるかなって思ったんで、今回、早食いになりました。おー、はいはい、じゃあめっちゃ少ない。1巻とかなんじゃないもん。だってビーチフラッグみたいな感じで。って思うじゃん。うん、もうほぼビーチフラッグなんですけど、お寿司20巻。多いな、おい。20巻ですよ。多い。でも回転寿司行ってみて、10皿食べたら終わり。大体10皿じゃない？でもだとしたら早食いじゃん。大食いではないし。回転寿司って大体いくら、どんくらい食う？7皿とか。でも、そうだね。だから大食い、大食い、大食いじゃねえかじゃん。大食いじゃん。こっちは大食いだけど、多分それこそ儀式有利じゃん。確かに。そう、寿司が20巻も食えるってことでしょ。そう、うわ、昨日の飯も寿司だった。いや、もうそういう、あ、ほら、マイナスから入るからね。いや、違う違う違う、さっきもそうじゃん。俺たちはさ、大食い頑張ろうやけどさ、儀式君はさ、もうマイナスから入るじゃん。いや、違うね。おほとか。もう今みんな期待してないんだよ、コメント欄とか。って思うじゃん、うん、今回こそなんですよ、本当に。ずーっと言っても。ね、本当に、あの、変えてほしい、この流れを。でも、視聴者さんも俺に期待してないと思うけど、うん、俺もコメントで期待してないもん。どうせ嫌なコメント来るんだろうな。でも変えたいっしょ。うん。ギシよくやったじゃん。いや、そうだよ。だって一回勝つだけで、ギシすげーじゃんってみんな言うんだよ。それが俺の人生の売りなんだけどね。うちら悔しいけどね。ってないんだよな。ということで、はい。まあ、罰ゲーム、いつもね、あの、重たいじゃないですか、はい、だし、やってないでしょ、君ね。いや、もうなんかもう、うん、予約待ちみたいなのもあるけどね。ないけどね、ちょくちょく。なんで、今回の罰ゲームは寝起き企画とかね、するとお部屋が汚くなる、うん、だけど、引っ越したてだから汚したくない、うん、ということで、撮影すべて終わった後にサブチャンで、このリビングをお掃除する動画を上げてください。ちなみに今日はこの後生配信もあり、うん、移動してみんなそこで解散なんですけど。あ、ね、その後。そうです。やばやばくない、その後。そう、みんなもう疲れました、うん、やっと終わったーってなんか一人だけお掃除ーって言います。めんどくさ、俺その後案件あんだけど。いやー、かわいそうに、勝てばいいからね、うん、てかそうやん、普通に勝てばいいやん。そうだよ、うん、今ほら、ね、そうだよ。でもあれだよ、ま、ね、あそこの寝室のベッドも空気も抜いてこうやって折るとこまでだから。え、あれもともと膨らんでるよ。いや、もうあの、だから直すじゃん。それも綺麗にね。あれカーテンの中に立ってます。ずっと、うん、じゃあ、じゃあさ、うん、あれじゃあ来ることがめんどくさい。ね、それな。マネージャーかわいそうじゃない？もう帰れるんだよ、そんなに。でもカメラって自分で設置できるから一人で。それはもう一人にしよう。よし、ということで、はい、勝負していきたいと思います。はい、それでは早速やっていきましょう。はい、ということで今から寝るんですけど、その前に頭を使って疲れてから寝よう。いいや、頭を使ってな。うん、なんかゲームする？ゲームしよう。ゲームしよう。最近外出てる？みんな出てない。いや、俺意外とアウトドアかもな。何してんの、アウトドアって？ジム行ったり、うん、チャリ漕いだり、うん、なんか結構アクティブ。絶対ここ3日間の話儀式の再会、絶対この3日間の話や。俺だいたい1日か2日あのなんかやったら俺最近マジであれハマっててさ。ね、もう分かる。ルナも B 型やからそれやる。サウナぐらいしか最近楽しみないんだよな。マッサージも行かなくなったの、ぱったり最近。ぱったり最近やばいな。あ、あれゲームっすよ。
嘘か本当か当てるゲーム。例えばルナ今サウナハマってるのよねとか、ハマってなくてめっちゃエピソード言うじゃん、うん、でこれは本当か嘘か、あー、オッケー。負けたら起きてから30なし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 、ありえない。じゃあ普通にゲームしよう。そのダウトのベビスくんのエピソードある。飲み会で、めっちゃ可愛い人いたんだけど、うん、酔っ払いすぎて、めっちゃ股とか開く系で、ずっとパンツ見えて、なんかこういう女の子嫌だなって思ってた。本当だからそれ言ってなかったっけ、うん、昔から言ってなかった、その女の子の嫌な仕草、うん、じゃあ、ルナイトで、うん、私は最近夜散歩に行くんですけど、そこでとある鉄棒に出会いました。で、鉄棒で昔小学校の時までは逆上がりが連続で6回できてたんですね、うん、で、久々やってみたら5回まで連続でできました。大丈夫、ファイナルアンサー、うん、これはだるまさんとかできる、うん、嘘です。てか、前学校行った時鉄棒やってた時できてなかったもん。鉄棒と出会いました。入りやばすぎ。行きます。はい、私、京都の旅館に行ってきたんですけど、はい、ストーリーにはミサトの写真しか載けてなかったんですけど、実は気に見込みました。ほんと、うわー、むず。確かに、でもミユ二人きりとかできなそうだな。ほんと嘘でー。うわ、ミスった。イエーイ。あります。何？私は不思議です。ストーリーがミサちゃんとミユちゃんの後ろの後ろ姿だから、誰が撮ってる？キニピじゃなくて。あ、そういうこと？そう、来れなかったのよ、うん、来れなかったんだ。来れなくて4人で仲いいんだけど、その3人で行ってきました。あー、そうなんだ。っていうね。じゃあ何も楽しくなかったってこと？めっちゃ楽しかったわ。キニピと行くよ。いや、まあまあちょっと寂しさはあったよ、うん、いると思ってたけどね、心にね、ぽっかり穴とか開いてね。1-1でしょ。1-1ね。じゃあ行くよ。俺もともとビールが基本好きな飲み物なんだけど、最近普通になんか食べる時でも飲む時でもすだちを入れるようにしてる。ほんとだ。ほんとです。うわー、じゃあこれでみんなどうせみんなレモンとか絞る、レモンサワーとか。俺すだちサワー。何、どれぐらい前から？おととい。お前さ、ねえ、結構好きやね。嘘やん、たまたま形入ってたパターンやん。いや違う、自ら来なかった。いいやねん、それスーパーに。悔しい、マジで。じゃあ行きます。はい、私のじいちゃんが、はい、昔から虫歯もなく、うん、綺麗な歯で、自分の大人の歯が今70後半なんですけど、ずっと全部自分の歯だったんですけど、うん、最近奥歯にちっちゃい黒い虫歯ができました。どっちでもいいわ。どっちでもいい。ないの、ないの枠。どっちでもいい。ない。ダウト。いや、俺も嘘だと思う。嘘、正解です。嘘か、そうか。だいぶ食ったらね。じゃあまだ歯綺麗ってこと？めっちゃ歯綺麗。めっちゃいい。やばい、虫歯もないんだよ。え、ルナがこれで不正解だったらルナってこと？うん、はい、はい、昨日キニピの家に泊まりに行きました。大丈夫。本当です。本当なの？してないです。好きや、お前。使うの見える。もうそんな顔つきで変わるぐらいお前単純な。もう顔に出るやん、私って、うん、しかも絶対言うと思うし、ルナに。はい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 、はい、ということで、ルナがベッドメイキングです。はい、ということでネタ行きたいんですけど、はい、寝る前に1個ゲームします。何ですか？リス君の声だって。で、ルナが目つぶってこうやるから避けてほしいんだけど。いや、無理でしょ。避けてほしいの、それは。もうちょい難しくいくと、こっちに向いてどっちに飛んでくるか分かりません。それで避けてください。え、これ何の意味が？え、ただ普通の度胸。度胸もクソもないだろ、後ろ向いてんの。え、じゃあ前向いて。あ、じゃあいいよ、逆にやってやるよ。いいよ、せーの。はい。まっすぐ向いたら。いいよ、前いや、前向いてみ。いいよ、目つぶて。うん、目、俺が目つぶんの。せーの。怖いわ。無理。全然全然全然。せーの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 。
ちょっと外側すぎないですか。ちょっと怖いよね。ルナってさ、どこまでさ密着したら嫌がるんだろうね。確かに。じゃあルナが嫌がったら負け。嫌がったら5年目になるうちらの絆も、もう崩壊。崩壊終わり。え、じゃあ逆にどこまで、リシ君がここまで来たら嫌かな。いや触れなければ。無理じゃん。ちょっと待って、口を尖らすのはなし。あ、じゃあ逆にさ、待って、俺いつもじゃあカエルかなのかな、キス。じゃあここら辺まで来てみる。いや、それはやばい。うん、嫌だったかね。じゃあ行くよ。じゃあ、それは嫌や。なんで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 。だって、あの大気ピンプル飛んでくるの。いや、飛んでこない。飛んでくる。じゃあ、みー行くよ。なんで絶対ヒゲにやったんじゃん。ミユがこうやってやってた。どうやってやる。こう立て。こっち。うん、あ、これ超順番大事じゃん。絶対な、そっち側が。だってそこで早く起きたところでさ、みんな起きるじゃん。いや、マジでそう。え、しかもこう出る。こう川沿いだから真ん中が一番不利なのと、こっちも不利よな。ガタガタだよ。それだけ斜めになるけど。え、これ。これ無理。布団こっちにあったら。やってみて。いけるやんけ。いけるやん。これだけ手伝ってほしいです。いや、お前がベッドメイキングじゃない。どうなってる。何してるのったら、邪魔くさいわね。あ、こうや。ね、順番。オッケー。ちなみにどこがいいとか。ここ。ここ。ここ。手術相撲する？この上で。いや、C決めよう。C だね。シードなったら2位確定ってことでしょ。うん。じゃんけん最初はグーじゃんけんほい。2位確定。まずこれ3位決定するからね。はい、いつか言ってください。レディーゴー。はい、お前こっち。ルナとギシ君が戦いよな。これ真ん中はきついぞ。いきます。はい、レディーゴー。そうしてこいんじゃん。確かに。なんでおっぱい触ろうとしてるだけ。ギシ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 。何、俺ギシだった、ギシだった。うわー。よし、じゃあ全身赤なってんだけど、ギシ君。ああ、ギシ君、地獄だね。なんでルナとミエちゃんが王冠限りさ、うん、ホールドしてたらほぼ一緒だ。いや、いらん。こうやってやっとくから。いや、その限りお前らもだからね。じゃあ、これだけいるわな。うん、消します。いや最悪。うわよいしょ。おやすみ。おやすみ。おやすみ。ほんとに見てさ、めっちゃ見る笑顔で見るけど、お前同じくらい。あ、待って、うんちでしょ。そう、やばい、下痢だ。あんたに食べたら、もう死んじゃう。ブルーお腹痛いんでしょ。ゆっくりもいく。
大丈夫え座らせないであんまり8巻残ってんだけど。誰がこのダービーを予想したか。いや本当にそう、みんな多分ビリ俺にもう50万ぐらいかけたと思う。悪いサラリーマンとか。確かに本当に目に言っとけばよかったね。ということで今回生配信あるよこの後、まあ、今回の罰ゲームはどなに決定ですということで新居での寝起き企画、結構壮絶な戦いになるんですけども、はい、今後も引き続き早食いで頑張っていきたいと思います、はい、よし。ということでこのチャンネルがいいと思ったらチャンネル登録、グッドボタン、コメントお待ちしております。次回の動画もお楽しみに。バイバイ。生には気をつけよう。